あ、そんな一時的な変異だったようね。研究はまだ完成はしなかったんだね。こんな子供にロバートで反面教師したはずが、それでいてなお私の方が劣るとは。どうする？あれ、イド、残念だけど世の中の人間全員があんたみたいなやつばかりじゃないのよ。ノエルさん、つえそんな、なんじゃ。木の妄想島でこの人数を、術師も術剣士もいたのに。だから、わしは剣豪じゃったと言っとったじゃろ。ノエルさん、つえあ、もしかして、剣聖、ノイエン・ジレール。え、って言われてもわかんないけどね。そうじゃったかの。とにかくすごい人だったみたいですね。まあいいや。ねえ、よかったのかしら、ほっといて。しょうがないよ。あれをどうにかしろって言われても絶対無理だよ。飽和状態から戻っちゃったんだから、触っただけでも多分干からびちゃうよ。そうだけど、じゃああの女は、誰かを拘束して連行する。こうやって僕ららしくないよ。ああ、そっか。らしくないって、そんな理由で？大体僕らの任務は調査だったんだしさ。あ、そういえばそうだったわね。あとは、きっと、あの人、じゃあミラルドに任せるとか。でしょうね。ん？誰だ？貴様、ミラルド。そうか、プカドンが言っていた黒覆面の男は貴様か。ほう、私の顔も随分と売れたものだ。お前のような魔術師ごとには知っていようとはな。よく言う。2年前の事件以来、貴様を知らぬ魔術師はおるまい。奴らは、貴様の差し金か。彼らはエルシールの弟子だよ。え、エルシール。忌々しいことだが、実力は私から見ても私から見ても折り紙付きというほかあるまい。祈り神ってなんだよ。どうでもいいけど。エルシールが関わっていようとは、奴は全てを知っていたのか。さあな。エルシールの真意は知らん。私も単独行動だ。あるいはエルシールは私を牽制するためにあの二人を派遣したのかもしれん。つかみどころのない実に嫌な男だ。あなたたちが仲が悪いことは知っているわ。あなたの考え方は私たち魔術師に極めて近い。だから何度も接触を。勘違いするな。私は聖術師、死ぬまでな。我が行動は上層部と考え方は違えども全て教会のため。よくここまで結晶を成長させたものだな。だが、お、大きいだけの粗悪品だ。バカな。お前たちの戦いで傷んだ魔晶石を破壊するなどたやすい。くっ、どうするつもりだ。魔晶石研究は教会では木ではないよね。金樹と同認識だ。興味あるが全て破棄させてもらおうぞ。だが貴様自身は殺しはせん。教会幹部連中も貴様に聞きたいことがいろいろあるだろう。お前は、あ、違う、私は復権せねばならん。お前を捕らえ帰ればその一助にはなろう。うわぁ、ミラルド強欲だな。え、これ次回作とかありそうな予感もするけどね。こういう展開だと。随分と遅かったじゃない。うん、ちょっと。ただの乗船手続きに一体何時間かかってんのよ。ごめん。別に謝る必要はないけど。でも、本当にいいの？このまま帰っちゃって。
しょうがないわよ。明日の朝の船を逃すと1週間船がないんだから。うん、早いとこ先生に報告しないといけないんだから。でもちょっとぐらい。いいって言ったらいいのよ、しつこい。でも時間が。いいじゃない、ちょっとぐらい待たせておきなさいよ。無理だよ。でもなんで。うるさいわね、ちょっと用事があるって言ってるでしょ。ごちゃごちゃ言ってないで船に乗って待っててよ。私もすぐ行くから。なんだろう、なんか魂胆がありますよね、そういう意味では。あ、そういうことか。ゆうべあの兄ちゃんがの。あ、でいいと。でも普通墓参りで食事する。道理でゆうべ遅いと思ったわ。花も咲いてないじゃない。4、5年したら咲くんだそうじゃ。多分と言っとったけどの。4、5年って最初に咲くまでは時間がかかるが、咲けば翌年以降は毎年新しい花が咲くじゃろう。あいつらしいっちゃあいつらしいわね。あの二人は帰りおったよ。自分らの三中席だけ持って行きおった。そう、ちっこい方のがな、ありがとうって言っとったぞ。うん、あれ色にも伝えとくわ。次に来る時には咲いているかしらね。わしにはもう咲いとるようにも見えんこともないがの。姉さま、お腹空いたよ。何も持ってないって言ってるでしょ。この峠を越えれば待ちよ。我慢しなさい。こんなに慌てて出発しなくてよかったのに。なるべく顔を合わせない方がいいのよ、こういうのはね。ねえ、海水浴は？おい、まだ海水浴の話出すの？あんたね、行かないの？あ、ところでさ、三中席は一個だけでよかったの？三個そろってもただの置物だったからね。別に心配もいらないでしょ。そっか。で、海水浴は？さあ、でも悪くはないところになってたわね。え？あんたはまだ7歳だったからファーデンの記憶はないんでしょうけど、ファーデンで生きるのも悪くはないかもね。いつかまたね。ファーデンでよければそのうちに海水浴に連れてきてあげるわ。イデア共和国がいいよ。おい、トレス。先生は最初から魔術師が絡んでいたことを知っていたのかしらね。ミダードさんがいることも知っていたかもしれないよ。こんな危険な仕事が同志として初仕事とはね、冗談じゃないわ。本当に命がけだったしね。まったくよ。まあいいけどね。でも多分それはどうでもよかったんじゃないかな。先生はきっとティナの心の問題をティナ自身の手で解決できるように背中を押してくれたんだよ。だってティナの笑顔が自然になった。